お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今回もクラッシュロワイヤルやっていきたいと思うんですけど、今日もね、彼女コラボやっていきたいと思います。どうぞ。お疲れちゃんです。ロボちゃんです。はい、というわけで、昨日に引き続き、今日も彼女コラボやっていくんですけど、今日はですね、前にね、8枚指定バトルっていうのやったんですけど、僕がね、彼女が多分トロフィー2000ぐらいだったんで、8枚指定してもらって、もうね、指定されたカード全部使うっていうのやったんですけど、今回は、7枚指定をね、やっていきたいと思います。というわけで、彼女にね、今から7枚指定してもらって、残り1枚僕が決めて、普通にね、バトルしていこうかなと思います。彼女が自分のデッキをさっきからずっと作ってるんで、全然喋んないんですけど。いや、今もう前トロフィー2000ぐらいだったんですけど、もうトロフィー4000いってるんで、彼女も成長してるんでね、前勝った、多分僕が勝ったと思うんですけど、今回勝てるかちょっとね、やってみないとわかんない感じですね。というわけで、はい、7枚選んで。私は前回ので学習したコメントで教えてもらったから、別に隠すの、別に否定するぐらい今俺の携帯取ってるんですけど。あ、そっか。うん。7枚。7枚だろ？うん。なんかいろんなパターンとしては建物だけとか。シュシュってしていいん？うん。今7枚入れちゃっていいよ。オッケー。もうなんか、小物だけとかスペルだけとか、いろいろありますけどね。いいよ。ね。いいよ。スペルをいっぱい入れるとか。そうやな。おー、なるほどね。スケルトン、毒エイク、独特ですね。うん。クララあんま知らないんだね。うん。うん。4000いってますけど。あんまりわからんな。はい。さあ、これだけでどうしよう。20分ぐらい使っちゃうんじゃないかっていう。いや、種類が多いんよね。確かに。困るわ。ウルトラ持ってないしな、ほぼ。持ってない。なんか3枚ぐらい。ラバとダクネと、なんかその辺は持ってるんですけど、プリンセスとか持ってないんだよね。うん。持ってない。うん、2枚や2枚そんな悩むそんな悩むはい、3枚、あと4枚もう適当にちっちゃいとなんか自分が使わん弱いようなやつを。ゴブリン弱い、キヨキヨさんいらない？キヨキヨさんいるからここに置いてる。なるほどね。そうそう、弱いと思ってることや。思ってない思ってない私には作戦があるから。あと3枚、あと3枚。どうしよう、迷う。なんかね、大きいのいっぱい入れる人もいれば、ゴーレムとかラバとかロイジェイとかを詰める人もおれば、逆にそのスペルだけ入れて、なんかウッドとヤナメとファイボとライトニングロケットみたいな、それでユニットを少なくさせる人もおれば、なんか施設いっぱい入れてみたいな。大きいの入れるとね、止めれないの。なるほどね。止めれないの。結構そう止めれないからありそうなこと言ってるじゃん。無理なんです応援がね。そう。あちゃって強い。あちゃね強い。じゃあ読めた。ゴブリン。ゴブリン。はい。マジ？結構強いじゃん。じゃあというわけで作戦がある。作戦がある。大丈夫。この7枚ね、僕はもう絶対使う。で、あと1枠はもう今から僕がね、決めるんでね。はい。まず彼女がね、多分エレクトロウィザードとか持ってないんで、スパーキー使えば勝てるんですけど、さすがにそれはちょっと、かわいそうかなーって思うんで。かわいそうかなーって思うんで、どうしようかな。わかった。ここをうまく生かすために、これでね、やって、勝ちたいと思います。OK、準備できた。いいよ。できた？いいよ。というわけで、ちゃちゃっと倒したいと思います。待って。ちょっと待って。いいよ。はい。どこ行った？いや、なんか送ってるよ。よし。正直ね、トロフィー4132。意外とやってますね。1年やってたのこれだけどね。じゃあもう1年やったら8000いけるじゃん。成長単純だな無理でしょ。よいしょ。頑張ってくれ。だって俺ら今のちょっと名前でね名前でちょっと呼んじゃったんで、ちょっと今のはね P でああなるほどね、そういう作戦ですね。そういう作戦よ。まあでもまあ丸一発いてー。オッケー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 。まあまあまあまだね、まだいい試合してるけど、まあ、僕のデッキは分かってるんで彼女はね。いや関係ないから考えてないけん。なるほどね。それが前の8枚指定の結果よ学習してないけん。なるほどね、絶対学習してないけん。よいしょ。学習は先生。ああそういうスタイルね。そういう、いやちょっと厄介なんだよなマジ。そういう感じ。バルキリー、はい、ビビドラ、オッケーオッケー。いや勝てそうだわ。ごめんけど、ごめんけど勝てそうだわ。勝てそうだから。嘘。だってちゃんと前の、あそっかダメだな。どういうことだけどメンヘラ？急にメンヘラ？急にメンヘラになった。え待って俺のコウモリが消えた。ザプッと。打ってない。あれまあ危ないですね。まあこれで1個は折られるんですけどもみたいなね。正直勝てると思う？なんかそうやって聞かれると勝てる気がせん。なるほどね。はい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 。これまあラバーハンド出せないですが、まあギリこれで出せるか。さあバルーンが飛んでくるけど待って、1個落としたい、1個落としたい気合いで。あーやだー。よいしょ。いや待ってワンチャンやばいかも。これ僕が1個取っちゃえば多分もう勝てるんですよ。1個取っちゃえばね。問題は取れるかどうかっていう。よいしょ。よし。あざっす。あざっす。嫌いって。よし。よしよしよし。いやー。まあ正直用意でしたね。いや、改善点はあるんだ。棒読みやけど頑張れば勝てた。なぜる？もう一回これ触る？俺のこれ7枚、7枚触る？私が自分の触る。あそう、俺のはこれもういい、それでいいよ。全然いいよ別に。なるほどね。なるほどね。勝てるから。ほうほう。というわけでじゃあ次はこれでしようかな。これでそれか、まあ守りながら攻めれるカードがやっぱいいんで、これちょっとな、かわいそうかな。これちょっと大人げないかな。大人げないのは良くないと思うよ、マジ。そういうの良くないと思う。じゃあ、まあこれでいいかな。これでいきたいと思います。まあこれでもいいかな思ったんですけど、大人げないことしてもいい？やだ。じゃあこれでいきます。はい、というわけで今必死にね彼女がデッキを作成しております。どうしよう。だってゴブリンと吹き矢ゴブリンと槍ゴブリンがいるんだから、やな。分かった。ヤナアメといいよヤナアメとウッドとなんか使わねえし、ヤナアメとウッドとザップ入れちゃえばよかったのに。そんなに頼らないし。はい、迫撃砲嫌いよお前ほんま口が悪いな、口が。お嫌いだよ。新しいなんか違うのが見えてきた。嫌いだよハンター。いやーちょっとね、迫撃砲も大人げなかったかもしれないですね。7名もあればやっぱ勝てちゃうみたいなのがありますね。なんか出てきた。よしちょ待って。よしこれは勝てる、これは勝てる。なるほどね。あ、そういうことするんだ。これね、できるだけダメージ抑えたいですね、僕は。うわー、いってー。いや、ウィザード見えなかったな。多分ウィザードだったんですよね、あれ。なんか。変な電撃打ってきたやつが。でも、正直勝てると思うよ、これ。え？で、そうやって聞かれたら勝てると思ってる時にそれを聞くのね。なるほどね。僕がこれも勝てますね。この迫撃法を防衛でうまく使っていくと、僕の勝ちが見えちゃいますね。よいしょ。さあ、どうしますかね。一回タゲ取って、受けて。ああ、忙しい、忙しいよ。忙しいね。忙しいよ。忙しいね。忙しいよ。で、これは、迫撃砲を攻めで使ったときに防衛が困るんで、よいしょ。で、まだね、彼女はバルーンのルート強制とかそういうのを知らないんだよね、やっぱ。うん、ちょっとわからん。何それ。なんかバルーンを、橋の真ん中じゃなくて、うん、端っこに出すと、うん、なんか、施設に寄られづらいみたいなのがあるんやね。よいしょ。これちょっと吹き矢を延命させたいですね。これ7枚指定だったらやっぱ優しかったかな、俺にね。そうね。うん、まあでもワンチャンやばいっていうこの受けが気持ちね。あー、手が震えてきた。やばい、待って、手が震えてきた。やばい、手が震えてきた。やばい。あーいいや、ごめんな、なんかこっちが悲しくなるわ。これコメント欄叩かれそうだもん。彼女にもっと手加減しろ、ほらって。いや、ほんまよ。優しくせんと。もちろん優しくせんと。ラットガチ。私が叩かれるやつそれ。ラットガチで腐って。普通に叩かれる。コメントありそうなんだけど。いやー、イージーでしたね。あ、間違えた。何、間違えたって。間違えたとは。間違えた。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、失敗したな。いや、でもそうやって私はラットさんを立たせていくんや。なるほどね。うん。あざます。はい、というわけで。強いなっつって。2枚指定されても勝てるってすごいなって。まあ、勝っちゃうね。またどうせ多分、あれやで、コメントで。こうすればよかったのにロボちゃんって言われる。うん、多分いっぱいアドバイスくるから参考にしな。参考にします。次は勝ちます。はい、というわけで今回ね、僕の圧勝というわけで。さくら、なんか言いたいことある？言いたいこと？うん。ちょっとアドバイスください、皆さん。はい、ということなんでね、ぜひアドバイスを、まあ僕が言えばいいだけなんですけど。はい、というわけでまあね。今日こんな感じで終わりにしたいと思います。良ければね、コメントでこういうのをしてみてほしいとか、まあ、いろいろね、書いてもらえると参考にします。はい。あとチャンネル登録と、高評価もぜひよろしくお願いします。というわけで、またね、バイバイ。バイバイ。